よし、食った。めちゃめちゃ食ってきますね。 HP バーグ、はい、おはようございます。OSP プロスタッフの阿部真京です。今日はね、この HP バーグ、こいつを使って、初心者の方でも分かりやすく、どういう風に使ったらいいかとか、フックセッティングなんとかも、解説しながら、こいつで今日はちょっと徹底して攻略していきたいと思います。お願いします。まあ楽勝でしょ、今日は。その心はフィネスだから。じゃあいきます。お願いします。今これ脳進化の、オフセットでやってます。で基本投げて、もう落とすだけなんですけど、今朝っていうのあったりとか、あとまあ日中シェードとかできたら出てきたら、こういうね水面をこうツイッチしながら、こうロッドをこうちょっと煽りながら、この表層を泳がしてくるとプスッってね出たりもするんで、こういう使い方もできるんで、こういう使い方もします。かわいい。こんなサイズも食っちゃいます。この時期は結構、アフターって言われる魚なんですけど、まあ、その魚が、産卵を終えて、餌を食べて、体力をつけるっていう時期なんですけど、やっぱ産卵後ってなるとやっぱ魚もその疲れてて、やっぱり餌がどうしてもベイトを追っかけたりとか、こう素早いルアーとか反応をしきりにくいんですよね。でそういう時にこう今使ってる HP バグの脳進化とか、そういうのでこうスローにゆっくり落とせて見せれてって食わすのが結構有効的な使い方なんですけど、でもうちょっとするとアフター回復系って言って、結構もうベイトをガンガン追えるようになる個体が増えてくるんですけど、やっぱ今時期は結構アフター絡みなんで、こういう脳進化とかが結構有効的に使えますね。ちょっとね、さっき脳進化やってたんですけど、ちょっとねダウンショットリグにして探っていきたいと思う。でついでにカラーもちょっと変えてみて、これでちょっとボトム付近を探ってみたいと思います。これもアクションとしてはこう
ボトム、そこに着底してからちょっとこう竿で煽ってあげたりとかで止めてあげてとかパパンって弾いて落としてみたいなっていうアクションをつけて、狙っていきます。この HP バグなんですけど、この、ま、特徴というのが、まずこの形がスクエア形状になってて、低重心になってるんで結構ね、虫の量がとかってキャストしてホールの時に、回転したりとか体勢を崩しやすいんですけど、でもこの HB バグはそれを改善されていて、このね、落ちても、回転しずにこのままこの、ね、レッグの部分だけファファファって揺れながら落ちていくんで、より擦れたバスでも、口を使うことができます。それとあとこのおかっぱり動画で結構重要になってくるのが飛距離の問題なんですけど、飛距離が、抜群に出る形状になっているので、誰でも投げても遠くに投げれる、虫系ルアーになっています。よし出た、うわ抜けた、うわでかかった、45ぐらいあったんじゃないですかね。いや今の撮りたかったな。流れが聞き出したんでちょっと可能性を感じられますね。いいサイズじゃないですか。よし、取った。HB バーグ。あ、流れが。消え始めたタイミングでしたね。もうラインフリーにして、あの要はドリフトっていうんですけど、もうフリーフォールさせてついてったらラインがもうピーッと走っていったんで、そしたら HB バーグ脳進化。はい、今回、HB バーグに使ってる、ま、僕のタックルなんですけど、また、ロッドは UL クラスの、ウルトラライトぐらいの硬さのロッドに、リールがだいたい2000番ぐらいのリールに、ラインがね、フロロの4ポンドぐらいのラインを使ってもらって、で今日、フックがね、割と、オフセットの、セッティングが多かったんですけど、僕は、リュウギさんのホビットの2番サイズを、使用します。でこの刺し方なんですけど、まずこの、まあ、普通刺しなんですけど、ね、ワームの裏側を向けてもらって、このぐらいかな、刺してもらって、でぐーっと上まで持ってってもらって、このセットのクランク部分を出してもらって、あとはここの、フックがどの辺に出てくるかなっていうのをこの辺でてもらって、ここで一回貫通させます。で僕が結構使ってるのはこれだと結構、いろいろゴミとか引っかかってくるんで、ここねちょっとグッと押して、こうケツを上げてもらって、これを、なんて言ったらいいんかな、グッてやってこっちへこうグッてやると、ちょっとね薄皮ぐらいこう刺すぐらい程度だと、これね、針先が出てないんで、ゴミも何も引っかからないんで、こういうね、ちょっとした工夫もしてあげると結構ストレスもなく、使えると思います。
ぜひ皆さんも試してみてください。今、HP バグの 1.3g のダムショットで足がバーって生えてるんで、その付近に落としてボトムをこうシェイクしながらアクションつけてるって感じです。食った。よし。どうだ。お、いいんじゃない。エッジバーグ。よしよしよし。よし、イエーイ、 HP バグのダウンショット。もともズル引きです。そしたらココンって当たりが入って、よし、かわいい。 HP バグバイトが立つします。食った。かわいい、かわいいサイズ。いいサイズだけど、もうこの足ビーズの岸際をキャストして、もうボトムをシェイクして、シェイクしたりズル引きしたりしたらククンっていうバイトでめちゃめちゃ食ってきますね。 HP バーグ、お疲れ様でした。でも今日は、HP バグを使った、ご参加をちょっと攻略してみたんですけど、ね、使ったリグが脳進化リグ、ダムショットリグで、まあ、釣りはできたかなと思います。で、まあ、サイズも本当手のひらサイズから40ちょいぐらいのサイズまで、まあね、もっとでかいのはちょっと、ミスったりしたんですけど、本当にねよく釣れる HP バグなんですけど、これ季節問わず本当もう春先ぐらいから、まあ、秋口、まあ、いたしたら本当冬場でもこういうクエッタみたいなダウンショット、ダウンショットリグとかも使ってもらえれば全然本当一年中使えるワームで、本当初心者の方でも、キャストして、本当、投げて落として、でボトムをズル引いたりとか、本当誰でも簡単に扱える HP バグなんで、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。